信玄は日本中央競馬会に登録されていた競争馬である。馬名は最初の馬種であった花木寺志人自身が武田家の末裔であるため、その縁のある武田信玄から命名された。12月11日、田中勝春を安城に中山競馬場の二歳新馬戦でデビュー15着に敗れる。この時に勝ったのが不斎地ジャンクだった。 春シーズンは全休し、7月2日、函館の未勝利戦で復帰も2着に敗れる。続く7月22日の未勝利戦は一番人気に、答え初勝利を飾った。2月の東京開催で500万、1000万特別戦を、連勝。夏に1000万に、高級後、11月の立東特別の勝利で再び、準オープンに昇級するが、 自走のウェルカムステークスで骨折、一年間の休養を余儀なくされる。10月の準オープンテレビ、静岡賞で復帰。藤田真二を安城に復帰戦を勝利で飾り、5歳にしてようやくオープンクラス昇級を果たす。12月には中日新聞杯で初の重賞に挑んだが山人キングリーの6着に敗れた。初戦は、 オープンの白富士ステークスを一番人気に、答え勝利すると、5月の新潟大賞典に、勝ち重賞発制覇、続く、エプソムカップも勝って、重賞に連勝となった。休養を挟んだ間に、花木寺史人が代表を務める朝かで、脱税事件が発覚したため、場所が、う田た吉に変わっている。9月のオールカマーでは、 中段追走から直線で追い上げてくるも3着に、敗れた。11月に、GI 初挑戦となる、天皇賞に出走し、2番人気に、指示されるも、直線で伸びをかき5着に敗れた。11月4日に、右頭骨炎異端骨折が判明、休養に入った。骨折休養中に馬種が、吉田地図に変わった。 9月26日のオールカマーで復帰、レースでは、中段待機から、最後の直線で馬群の間を突き抜け、最後は、外から追い込んできた、ドリームジャーニーの追撃を振り切り重賞3勝目を上げた。10月31日の天皇賞では3番人気で、出走、中段からやや後ろの位置を追走するも6着だった。続く11月28日のジャパンカップでは、 押し出される形で逃げるも、直線で失速し12着に敗れた。6月26日の宝塚記念で復帰、後位からレースを進んだが直線で失速し12着に、敗れた。夏の休養明け初戦となった毎日王冠では道中、折り合いを書いて10着。10月30日の天皇賞では11着と、大敗した。 2012年以降は、惨敗が続き、2014年5月15日付で、競争馬登録を抹消された。引退後は、茨城県稲敷市の村瀬ファームで、乗馬となる。競争成績は2012年7月8日、現在祖母のニフティニースは、関谷記念とセントールステイクスの勝ち馬である。また、祖母の弟に、七夕翔勝チ馬のニフティダンサーがいる。 ありがとうございます。